の場所、うん、バチを持つ時の親指の場所ですね。まあこれでいいと思いますけどこれでいいと思いますけど、つまりそれ、まずバチの親指がどこというのをどう持つかだね。こう持つかこう持つかだよ。2種類あるじゃんね。こうちっちゃく持って弾いてる人いたんですよ。それからすごく大きく持つ人もいるんですよ。うんと離れてこうやって大きく持つ人もいますね。うん、でまあで なんとなくでも なんかこんな感じ、こんな感じがいいんじゃないのっていう感じでこう持っておりますね。こう広くもなく狭くもなく、なんか自分の手の形のまんまこう持っててよくて、それで親指の位置って親指をこう伸ばす、親指を伸ばすのはあんまり僕はよろしくないと思ってます。ただ親指を伸ばして弾く人たちもいます。それはそれで間違ってないと思います。ただ僕は親指でこういうふうに弾くというよりはこの人差し指で弾く感覚なもんですから、そのあのなんていうの、 こういうチョッパーベース的なことじゃなくて、こうやってこういうふうに弾きたい感じなので、あんまり親指を外にこっち出しません。出さないのでこのまま持ちます。さあこのまま持った時にここがいいのかここがいいのかってことあるかもしれないね、うん、うしたらね、それはあの曲にもよるんですけど、あのあんまり前に来ないでって、弾いてるうちに若い時ってこっち来ちゃうんだよね、うん、あの力入ってね、うん、それはこっち側に来るってことは手に力が入ってる証拠です、うんうん、であんまり弾いてて後ろになる行くってことはないと思いますけど、だからこう親指だけが前に出ちゃうのはよろしくないですけど、全体的に前に来ちゃうってことはあるんですね、うんうん、それはちょっと気をつけた方がいいかもしれない、うんうん、なんかこの辺でさ、僕が思ったのはこっち来ちゃうのはもう親指の先でこの辺で弾いてる感覚なのよ、うん、だからこっち来ちゃうの。でもそうじゃなくて親指の先に何かがあって、親指の先にピックでもついてて弾いてる感覚にするとなんかいいとこにある感じは僕してるの。親指の延長線上ので弾いてるんだよ、うんうん、な風に思っております。さよなら